皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。さあ今日はですね、何かと話題のホバーエア X1 スマート、こちらのセルフィードローンなんですけれども、ホバーエアジャパンさんよりお預かりすることになりましたので、しっかりとレビューしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。さあということで、この何が話題かと言いますと、ホバーエア X1 スマート、これ日本向けに作られたっていうところで、航空法に触れない 99g のドローンなんですよ。機体の登録もいりませんし、例えば DID とか目視外飛行とか、そういったことを行うことも申請を出さずにすることができると。なんとも 100g 未満のドローン出しちゃいましたかという。まずは開封動画からやっていきましょう。この箱を開けるとくるくるくるっと、こういう遊び心いいですね。うわ、軽っ。なんかすっごいいい匂いする。何これ、ちっちゃい、薄いですね。ちっちゃくて薄い。カメラもしっかりしてるようです。これがバッテリー、あ、バッテリーはポンと簡単に外れるようになってます。アプリのダウンロードいきます。ホバー X1 アプリをダウンロードしてから機体と接続し、アクティベーションしてください。アクティベーション、はい、成功しました。さあということで、この機体なんですけれども、いやらしいね。測ってみましょう。どこでしょう。あら、96って出てますよ。そんな軽いんだ。96。やはり 100g 以下ということで、航空法に触れることはないです。間違いありません。素晴らしい。スマホでだったら操作もできるんですが、基本は自動で自撮りをするという空飛ぶカメラなので、まあ我々普段からドローンを飛ばしているドローンパイロットが、こういったセルフィードローンを飛ばすとどういう印象を受けるのか、まあそういったこともね、レビューでやっていきたいと思います。さあということで、早速飛ばしてみました。まずはフォローモードでロックさせてみましたが、この追尾の感じ、まあ問題なくしっかりついてきます。そして画質はどうでしょうか。 99g のトイドローンっていうくくりでのこの画質は素晴らしいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 SNS にアップするという意味では十分なクオリティだと思います。フロントフォローっていうモードも使ってみました。正面側を追尾してくれるというモードですが、今まで自撮り棒でやってたのがホバーエア X1 で行うことができます。そして手を差し伸べるとこのように自動で戻ってくると、送信機なしでここまでのことができるということになります。ホバー X1 専用アプリを使うと、先ほども使ったフォローモード、フロントフォローモード、まあ、各モードの細かい距離とか高さとか、そういった設定を変更することができます。例えばフォローモードで水平距離を近いという設定だとこれくらいの距離感になり、水平距離を遠いにするとこれぐらい離れた距離をフォローしてくれます。さらに高度高い、距離を普通にするとこれぐらいの角度で見下ろした映像でフォローしてくれます。ドローンといえばやはり俯瞰撮影、こちらも試してみたいと思います。高度 5m、 回転遅いに設定するとこういったイメージで撮影することができます。そして高度を 15m 上げて回転を速いにすると、よく見るこういったイメージの撮影、これ意外と通常のドローンで撮影するのも難しいんですが、自動でやってくれます。撮影したデータは Wi-Fi でスマホと連動させてプレビューすることもできますし、そのままダウンロードしたり編集することもできます。続いてカメラを見ていきたいと思いますが、有効画素数が1200万画素、動画再生時の解像度 MAX2.7K の30フレームでフル HD だと60フレーム撮影することができ、30フレームで HDR モードに対応になっています。写真を撮影した際の解像度は 4000px×3000px。 ちなみに先ほどスマホで操作してましたが、最大高度は 15m、 伝送距離は 30m マックスとなっています。それぞれ撮影したデータを比較していきたいと思います。左からフル HD の30フレーム、真ん中フル HD60 フレーム、右が 2.7K の30フレーム。これを見る限り 2.7K30 フレームが一番ナチュラルで綺麗に撮れてるのかなという印象です。
左からフル HD30 フレーム、まあ多少シャープネスが上がった感じですが綺麗に撮れています。60フレームは ISO が上がったせいか多少ノイジーになってますね。 2.7K30 フレームは一番ナチュラルに綺麗にノイズも少なく映ってると思います。写真も撮影してみました。12メガピクセル静止画が 4000×3000ピクセル、十分なサイズであると思います。 SNS にアップするのでは全く問題ないかと思いますが、皆さんこれ動画撮影も含めて 99g の航空砲に触れないドローンの画質なんですよ。十分綺麗だと思います。さあもう一つねすごいなと思うところが、なんとこのプロペラの音が入らないというですね、これだけの距離感、スマホ本当目の前にホバーエアーの目の前にスマホがあるんですけれども、プロペラの音がちゃんと消してあるというですね、ノイズキャンセリングモードもついているので僕の声だけがしっかり聞こえてるんじゃないかと思います。さすがセルフィードローンということでこういったところもしっかり作られているようです。というわけで個人的に気になる部分をサクッとレビューさせていただきました。実際飛ばしてみて思ったのが、セルフィードローンなんで操作するドローンとはまた違った括りにはなるとは思うんですが、なんといっても航空砲に触れずに空撮ができるっていうのが本当に気軽だなと思いました。 100g 以上の機体で言えば機体登録が必要です。手数料も必要です。フォローモードなど使う場合は目視外飛行になるので申請をしないといけなくなる。 30m 未満に知らない人がいるような場所ってなればそれも申請しないといけない。そしてさらに特定飛行するときは飛行通報をしないといけない。飛行後は飛行日誌も書かないといけない。まあそういった手間が一切ないっていうのは本当に気軽だと思いました。ただドローンは日本でどこでも飛ばしていいかってそういうわけではないので、飛行場所でのドローン使用の確認等は必要になりますが、まあそこだけ気をつければ本当気軽に飛ばせて素晴らしいドローンだと思います。もともとこのホバーエア X1 スマートというモデルが 99g日本限定のモデルらしくて、これクラファンでなんと2億円売ったらしいんですよ。まあそれが驚きなんですが、いわゆるドローンをやりたいって人が日本にそれだけいるのかというですね、航空法が緩和されるようなことはないとは思うんですが、もう少しどうにかねドローンという括りだけの航空法、なんかそういったものができないですかねと個人的には思います。あともう一つ、バージョン2ではぜひ何かしら送信機なんでもいいんでスティック操作できるホバーエア 99g を作ってほしいなと思います。でもこれイベントで会場が OK だったら一番ハードルが高いイベント申請なしでも飛ばすことができるという、それもすごいですね。ということでまだまだ可能性を秘めているホバーエアシリーズ、今後に期待しております。それでは最後に僕なりの使用方法でスマホの操作も含めてシネマチックな動画を制作してみましたので、ぜひ最後ご覧ください。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。